東京大学運動会東京大学運動会公式野球部東京大学運動会公式野球部は東京6大学野球連盟に所属する大学野球チーム東京大学の学生によって構成されている同大学には東京大学運動会準公式野球部など別の野球部も存在するが公式野球部のことを指して東京大学野球部 東大野球部と略称することが多い。1917年、大学からの認可が1919 19年9月。なお、東京大学の前身の一つである旧制第一高等学校には1872年創部の野球部があり、黎明期の日本の野球史上重要な位置を占めるが、現在の東大野球部は遠隔に一校野球部を含めていない。 当初は京都帝国大学との定期戦が唯一の目標だったが、1920年に1、校から名当主、内村博之が入学した頃から、チーム力は徐々に向上、内村卒業後も有力選手の加入が相次いだ。1924年6月14日には、早稲田大学と対戦して敗れたとはいえ7から9の、甲子愛を演じ、同年秋の 1> 第1回明治神宮競技大会では、東大クラブとして出場し準優勝。これに自信を得た東京帝国大学は同年末、5大学野球連盟側と水面下で接触。それに対して、明大野球部長、内海幸造や総大野球部監督、飛田水州らが、東大のリーグ参加に理解を示したこともあって、1925年4月15日の、 連盟会議で加盟が認められ、ここに東京六大学野球連盟が正式に発足した。1925年春は、砲台以外の各校と一試合ずつ行い、立大から勝ち星を挙げる。その年の秋から各校と総当たりで試合を行うようになった。当時の学生の事情で他校が余科含め後から6年在籍可能だったのに、対し、東大は本科3年間のみとなり、 戦力的には他の大学に見劣りする状況が続いていた。そうした中で、東武雄清水健太郎のバッテリーでチーム力が向上して、最終的には加入を認められることとなった。しかし、その際、東谷清水の卒業後も戦力を維持することという条件が付けられていた。つまり、入部難から戦力低下惨敗の連続になることのないよう、務めよという、 現在の大学野球連盟加盟条件には考えられないような項目が条件としてついていた。東大が加盟したことにより、総計戦復活の機運がいよいよ高まり、ついに東京6大学野球連盟のスタートと同時に総計戦復活が実現した。最初のリーグ戦で東大は5勝を挙げ4位と検討を見せた。その後、東大は、 東京六大学リーグ戦の中で苦戦を続けることとなる。優勝はなく、3位以上も1946年春季の2位が1回、あるのみである。開幕試合は、前期優勝校と最下位の東大との対戦がほとんど定番化し、連敗、連続最下位など、東京六大学リーグワースト記録の多くを東大が、占めている。最後に最下位でなかったのは1997年。 周期リーグ戦の5位。2019年周期リーグ戦まで、連続再開は44シーズンと、最長記録を更新している。しかし、第二次世界大戦後初のリーグ戦となった1946年、春季は4連勝。最終戦の境内に勝てば、悲願の初優勝となるところであった。0から1で敗れ2位となったが、東大の躍進は、大きな話題となった。 また1960年春季には総大から勝ち星を上げ、その一杯がたたって総大がリーグ優勝を落とした。これ以外にも数多くの激戦を繰り広げてきた。1974年周季放題に一回戦では江川すぐるに初黒星をつけ、TV 中継が予定外の放送延長を行い、1981年春季には総大を 史上初の連続完封、境内からも、勝ち点を上げ優勝を争いに加わり、TBS が急遽対立第4回戦を TV 中継するなど話題を集めた。また、2010年10月2日には、開幕戦初登板以来白星を献上し続けて、北、壮大の斉藤勇希に初めて黒星を付け話題を、呼んだ。東京六大学野球周期リーグ戦。 公政大2回戦にも勝ちに連勝の瞬間しかし、この後、白星を挙げることができず、2014年の春季リーグ戦では、自らが1987年から1990年にかけて作ったリーグワースト記録の70連敗を更新。その間には、2011年春季の東大3から3、壮大、2011年秋季の東大0から1、放大、 2012年周期の東大5から5慶大、2013年周期の東大2から5リッター大など惜しい試合もあった。2014年周期リーグ戦終了時点で86連敗となり、4年生は在学中に勝利することが一度もできなかった。2015年春季リーグ戦も開幕から連敗を重ねたが、5月23日の放題1回戦において、 延長10回6から4で勝利し、ついに連敗を94で止めた。2017年の東京6、大学野球周期リーグ戦で、10月7日の法政第1回戦に9から2で勝ち、10月8日の法政第2回戦に8から7で勝って連勝し、2002年秋の率、対戦以来15年ぶりの勝ち点を挙げた。連勝での勝ち点は、百九十七年春の率、 対戦以来20年ぶりとなった。2020年より OBE の井出春がプロ野球経験者としては同部初の監督に就任した。東京都文京区向ヶ丘一の五の九一星両学校が相次いで都心から離れていくのに対し東京六大学野球連盟加盟大学中唯一23区内に本拠地を構える。文京区弥生の農学部内にある 東大球場は1937年に建設されたもので終戦直後に神宮球場が占領軍に接収されていた時期には6大学野球の公式戦がこの球場で行われたこともある。2010年9月に文化庁の登録有形文化財に登録された。ちなみに一斉領に掲げられている看板は誠の字の作り部分、生の最後の一角が欠けている。 記号した野球部長長代又郎の書き尊じだったが、この一角は野球部が六大学のリーグ戦で優勝したら入れるということになった。しかし、東大野球部はいまだリーグ戦で優勝したことがないため、現在も欠落したままとなっている。このエピソードは漫画栄光なき天才たちでも取り上げられた。1983年、 国内の大学野球部では初めてグラウンドに人工芝が敷かれた。ただしこれは6500平方メートルほどの面積の長方形のもので、リフトに当たる部分は土のままであった。よそで使っていた中古品を譲り受けて、張り替えをしつつ、経年劣化が激しく野球専用のスパイクシューズが使えないほどとなっていた時期もあったが、2012年には、 新しい人工芝が付設され現在では全力でプレーできる環境が整っている。他の後大学の野球部と比較してユニフォームのデザインの変更が多い。ロゴマークは当初胸に中央円形にあしらったものだった。その後 LB、東京ユニーブなどを経て現在の東京となる。東京のロゴタイプも読売ジャイアンツのロゴに習ったものが多かったが、 1991年に2018年までの形となった。また帽子には T の1文字が取り付けられている。チームカラーはライトブルー。ユニフォームも長く白地にロゴを単性色で表していたが、1991年に,にグレーチに変えた。ロサンゼルスドジャースのビジター用をイメージしたものである。東京大学運動会のチームカラーと違うのだが、こちらは 弱いイメージがあり、それを払拭したかったものと言われる。199勝目から70連敗していたチームが、初お披露目となる、東京六大学リーグ戦の試合で200勝目を挙げ、以来マイナーチェンジはあるものの、そのユニフォームのまま2018年まで使われた。2019年に、ロゴも含めた、フルモデルチェンジが行われ、白地を基調に、黄色とライトブルーの2色をラインと、 ロゴに取り入れたデザインとなった。プロ野球選手となった人物は口実。その他は、カテゴリー、東京大学野球部の選手を参照。東大野球部公式 HP 東京6、大学野球リーグ戦、東大選手個人記録も参照。日本全国の高等学校から、大学受験成績で優秀な生徒が集まることから、他の大学では聞かれないような高等学校卒業の、 選手たちが選手メーカーを飾っている。以上25名。山崎は監督としても出場を果たす。ニーハリはドラフト制度志行前入団のため、ドラフト順位はない。指名年は入団年とする。井出は後に東大野球部監督に就任した。小林は野球部引退の翌年に指名され卒業、入団した。 日田水州、早稲田大学野球部 C479 ページ、明治大学百年史、第2巻資料編2、九1988年、155から156ページ、東京大学野球部新市1919、赤門軍団の奇跡ベースボールマガジン社、2014年、20ページ、立花木俊明、斎藤隆スポーツの世界は、学歴社会78ページ、 中央大学100年史年表、作品編、2004年、166ページ東大71連敗リーグワースト記録更新総大に、乾杯スポーツ日本2014年5月9日、配信東大34期連続再開、連敗記録は86に4年生は、白星なしで神宮を去る、スポーツ日本2014年10月26日配信、東大94連敗でストップ。 10回6から4で放題下す東大。15年ぶりの勝ち点1。連勝での獲得は20年ぶり。スポーツ日本2017年10月8日配信。激動の昭和スポーツ史録大学野球。ベースボールマガジン社。1989年。70から73ページ東大のユニフォーム異彩を放つ。柔軟性と新種の精神100周年の東大野球部が。 新ユニフォームを発表、制作は、あの解釈はし東大高地帯に見え、更新意思なし。ありがとうございます。